バスターズ、レディーゴー。最近、卵を混ぜることに飽きてきました。はい、ご視聴ありがとうございます。花風です。さて、今回は2部作でお送りしていきたいと思います。まずは、特命戦隊ゴーバスターズ、東京エネタワーを守れ。こちら、公開から10周年ということで、劇中で登場したシフォンケーキ、こちらの再現をしてみました。いや、本当に最近糖質を取りすぎているような感じがしますが、まあ出たからにはやるしかないと。というよりはまあその作品映画から何か再現ができればと思って探していたらシフォンケーキだったというわけなんですけれども、そんなことよりもゴーバスターズももう10周年ですね。いや早いな。なんかついこの間ゴーカイジャーの10周年記念ということで天ゴーカイジャーありましたけど、もうゴーバスターズの10周年を迎えているということで、今回はなんかイベントとかあるんですかね。多分まあちょっと映像化っていうのは難しいかもしれないですよね。やっぱゴーバスターズってその戦士たちとバディロイドたちのやっぱ物語なんで、ね、ちょっとバディロイド側がなかなかちょっと難しかったりするかなっていうふうに思うんですけど、多分グッズとかは出るでしょうね。10周年で変身アイテムとか、まあこの辺は続報を待とうかなっていう感じですけれども、ゴーバスターズですね、私一個すごい好きなところがあって、それがターンイン服って言ったらいいんですかね、あの変身前のスーツ。結構その専用スーツがある戦隊の中でも特に好きですね。かっこいい。黒をベースにそれぞれのカラーがちゃんと入ってるっていうのが私の中ではすごい好きで、あのデザインが好きなんですよ。結構戦隊そのものだとかロボットだとかそういったところが好きですっていうことが多いと思うんですけど、逆にその隊員服だとか武器だとかそういったところもこう着目して見てみるとまた別の良さっていうのが見えてくると思うんで、まあこれはゴーバスターズ限らずですけど、そんな話してたらゴーバスターズの一眼バスター良かったな。カメラにもなるし銃にもなるっていいなあれ。お前の定めは俺が決める、最初に謝っておきます。申し訳ございません。はい、どういう意味かっていうのは最後まで見ていただいたらわかると思います。ということで仮面ライダーフォーゼみんなで宇宙来た、こちらの公開も10周年ということで劇中のキャラ弁に挑戦してみました。仮面ライダーフォーゼの集大成となる映画だったわけなんですけれども、いやーあれはそうですね、もうはっきり言って坂本監督の映画だなって感じですよね。いやーとにかくアクションシーンがすごい作品なんですよね。主演の福士蒼汰さんだとか吉沢亮さんとか、あと仮面ライダー部全員普通にもうアクションやってるし、まあ、もちろん変身後ですよね、仮面ライダーブラックナイト兄弟員ですか、まあ、ここの戦闘シーンもうどこにおいてもアクションアクションアクションっていう感じで、あの視聴者側からの目線だとうわめちゃくちゃ辛そうだなっていう風に思うんですけれども、いや私はねちょっとねやってみたいですね、こういう感じ。まあそういう戦闘シーンがすごい作品でもありますし、フォーゼ特有の友情劇をしっかりと表している作品なんで、まだ見てないよっていう方はぜひ見た方がいい作品だと思いますね。一応おまけです。まあやってもやんなくてもどっちでもよかったんですけど、まあせっかく登場したんでやってみました。まあなんだろう、すごいあれですよね、これ当時流行った料理ですよね。まあでも今は普通にマグロとウニをそのまま食べた方がいいと思います。
今日の動画もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは特撮作品に関連する料理を配信しています。チャンネル登録、高評価、そしておすすめの動画も見てくださいね。